DS PDS おっぱいいっぱいチェリーっぽいおっぱいいっぱいチェリーっぽいおっぱいいっぱいチェリーっぽいあーくそ負けたー Hey guys, meeting you today! アップルベシューおっぱいアップルパイまたしてもね、ペヤグからね、変なもんが変な、まぁ、今回はね、まともなんですけどまぁ、なんか食えないぐらいのね、変なもん結構出してるペヤングなんですけどアップルパイこのね、パッケージがね、ちょっとね、可愛くてね、買っちゃいましたね。ちょっとなんか UFO 感っぽい必要ありますよね。あとね、アップルのさ、会見もあったしさ、10月にさ、iPhone12 も出るじゃないですか。もう楽しみなんですよね。うわ、これでんじゃないの次。アップルパイ。はい。ちゃんとあれ、リンゴペーストって、ね、まあ、リンゴ入ってるっぽいですね。うん、リンゴ入ってなかったらちょっとね、許せないですね。リンゴじゃなくて、アップルパイにするあたりがね、ちょっと気になりますよね。お、これがソースですね。おはー、すごい。うわ、想像以上だ。ちゃんとリンゴ入ってる。これはね、ちょっと高評価ですね。まあだいたいね、198円でしたね。まあ税込み200円以上です。ではお湯入れまっちょ。ほっ。で3分しっかりねタイマーで測りましょう。タイマー。ではこの決め手のソースかけます。おお。あ、アップルパイの匂いがすごい。あ、めっちゃいい香り。え、すごい。何この甘い香り。え、めっちゃアップルパイや。なんかね、マックのアップルパイや。見た目すげえ質素。はい、火薬がね、リンゴしかないからすごい質素なんですけど、まあ、果たしてこの味がうまければ何でもありなんですよ。では、いただきどっき。香りはもうね、アップルパイです。待てよ、一口目で決めつけるのは良くないよね。でもこれ全部完食してからきっと分かるんでしょ。きっと甘いっすね。うん、香りも甘いし味もちゃんと甘い。気を取り直してダンテスマイリやっぱこういうね、ご飯になるものが甘いと美味しくないです。全部食べたいって思わないね、これ。あの、ペヤングショートケーキもあったっぽいんですけど、僕はね、そっちね、食べたことないんで、わかんないんですけど、多分今まで食べてきた中で、一番、美味しくないっすね。多分、過去の動画振り返っても、一口目、ここまで衝撃のあるものが初めてですね。じゃ、リンゴ。やっぱね、フルーツ入れるんだったら酸っぱい系が良かったかもしんないですね。フルーティー、なんか、あの、酢豚みたいな、酢豚パイナップルみたいに、なんか酸っぱい系で攻めれば良かったのに、アップルパイでちょっと甘くしたせいで、もう食欲がね、そそられないんですよね。ちょっとこれ食べた人いるんであれば、ちょっとコメント欄にね、感想お願いします。アマゾンレビューみたいに。はい、という感じで、ね、完食しました。ダンテスポイント、アップルーベシューンテーン。まあ、なぜね、10点かというと、まあ、忠実にね、リンゴパイをね、再現してたね。うん。再現しまくった結果、まずくなっちゃったって感じですかね。だって、しょっぱさがないんですよ。しょっぱさもなくて、甘いんですよ。甘いペヤング。想像してみてくださいよ。ぜひね、これで、ね、みんなにね、いただいてもらいたいですね。そしてコメント、お待ちしております。もう一度ね、食おうって絶対思わなかったペヤングでした。でもね、こういうね、ぶっ飛んだね、ネタをやってくれるとね、すごい、僕もやりがいがあるんで、またよろしくお願いします。本当、普通のペヤングは大好きなんで。はい。ただし、PDS 株式会社。